久保さん、今回、本田圭介にしましょうか。サッカーのね。僕は本田圭介さんの言葉で好きなのが、成功にとらわれるな、成長にとらわれろと。成功にとらわれるな、成長にとらわれろっていう名言があるんですけど、あの、成功、ま、あこれを、ま、あ簡単に訳すと、成功にとらわれる人っていうのは、うん、成功したいでも結果が出ない。ああ、なんで俺って成功しないんだ。 っってなってなるんですよねでも成長にとらわれてる人って日々何かやったらあできないことができるようになったなってなるんですよで成長していけば成功するでしょうって話でうんだからこれうんものの考え方なんですよねうん要はビジネスは結果を追い求めないといけない部分はあるんですよてか結果が全てですボランティアでやってないのでね だけど結果にとらわれるだからこの「とらわれる」っていう表現が非常にうまいなと思うんですけど結果にとらわれるとその結果が出ないとなんで結果がこんなに努力してるのに結果が出ないんだってなるんですよ結果にとらわれてるとねだからこの表現の仕方が非常にそのセンセーショナルというかこの微妙なさじ加減というか うまいなと思いますよね。うん。うん。だから、なんだろうな。成功を、なんか、成功しないといけないんだけど、結果を出さないといけないんだけども、その過程ですよね。成功する過程の中で多くの人がなぜ挫折するのかっていうと、そういうふうには解釈ができるとことですね。だけど、成功を、うーん。 成功をなんか追い求める、追い続けるっていうことは別に悪いことじゃないですよ。だけど成功に囚われちゃうと、そうなってしまうみたいな、なんかすごい上手い表現だなと思うんですよね。だからまあほとんどうまくいってる人って、なんだろうな、全然頑張ってないですよみたいなこと言うわけですよね、久保さんが言う通り。僕も大した、まあ周りから見るとそうやってるみたいなね、行動してるって、 言われるんで僕はそれを使うんだけども、僕自身はそんな大したやってないんですよね。てか今はぶっちゃけあんまり怠けてるというか、まあ昔に比べるとあんまやってないんですよね。うん。だから結果を出すことは常にか、結果を出すために何をすべきか何をやらないといけないのか常に考えてやってるんだけども、うーん、そこに囚われてはいないかもしれないですね。うーん。 結果を出すのは当然というかねうんだから努力して当然結果出すの当然うん僕からすると結果出すの当然成長,成長するの当然みたいなね当たり前みたいなうん、うん、みんなその努力にとらわれてる努力すれば報われるっていう努力にとらわれてるってことですよね そう。努力したことに酔いしれるっていう。自分はやってるんだ、みたいな。うん。じゃあ、努力しても成長してるのっていう。ね <laughs>。いや、吉谷さん、努力してれば成長するじゃないですかっていう。いや、それは努力にとらわれてたら、多分成長してないよと。要は、努力っていうのは何をもって努力なのかと。結果を出すための努力なのか、それとも、努力してることを努力してるのかっていうね。 もう難しいかもしれないですけどね。でも結構ね、努力に関しては、努力していることを努力してるっていうね、<laughs> そういう傾向があるんじゃないかなと思いますね。努力してる、して,している自分に、努力しているんだ、俺は頑張ってるんだっていう、なんか酔いしれるっていう。じゃあそれは果たして結果を出すための、本当の最善の努力なのかっていうのを、日々考えて、えー、なんかやってんのか、試行錯誤してんのかっていうね。う この「とらわれるな」っていう言葉の表現の使い方が非常にいいですね。うん、はい。いってらっしゃい。